今回はトヨタハリアー売れ続ける理由というところで、まあ、魅力多数というテーマでやっていきます。まあ、前回に不満多数って動画もやっちゃったんで、今回帳尻合わせをさせていただきます。じゃあ理由一つ目ですが、見た目がやっぱかっこいいですよね。このいかついデザインいいですよ。見た目の迫力がやっぱあると所有満足度も高いというところで、かっこいい見た目っていうところでハリアーを選ばれる方多いんじゃないかなと。でホイールもね、19インチのホイールも入ってるし、リアビューとかもね、結構一文字のテールランプとかかっこいいと。まあ、ただ残念ながらリアウィンカーとバックランプが見づらい位置にあると、まあ、乗ってる人は気にならないんで、そこはね別にいいかなというところで、まあ、ただ後ろの人は迷惑するでしょうね、間違いなくっていうとこですけど、まあ、とはいえ見た目のかっこよさに惚れて買う人は多いんじゃないかなというところで、理由の一つ目はやっぱ見た目がかっこいい。じゃあ二つ目の理由ですが、豊富なパワートレインが選べるということで、2022年の年次改良で ね 2.5 リッターの PHEV も追加されました。それに加えて従来からある2リッター NA のガソリンエンジンモデルと 2.5 リッターのハイブリッドモデルが選べるということで、ライフスタイルに合わせて、まあ、そんな距離乗らないからガソリンでもいいかとかね、ちょっと距離乗るし燃費はいい方に越したことがないとかね、電動感がある走りの方が好きなんだよという方は 2.5 リッターのハイブリッド選んだりとか、まあ、PHEV 選ぶ人はどうなのかは分かんないけど、でもたまに見ますよ PHEV のハリア、うん、ということで、まあ、理由の2つ目はパワートレインがやっぱ多いというところで、クラウンスポーツとかね2個しかなかったりとか、最近本当にパワートレがね同じ車種でも減ってきてる中でね、ガソリン車とかも選べるのはかなりね魅力なんじゃないでしょうか。じゃあ理由の3つ目ですが、燃費がいいということで、 WLTC 燃費とかでも FF だと22とか出るという、やっぱ化け物じみてますよねトヨタのハイブリッドは。燃費がね、これはやっぱすごいですよ。ライバルとかだと CX60 のディーゼルぐらいしかその燃費に勝てるものはいないんじゃないかってぐらい相当燃費がいいということで、昨今ガソリン高いですよね。まあ、いくらねお高い車乗るとはいえ燃費とかやっぱ気にしますよね。そういう時にやっぱ燃費がいい車乗ってると、まあ、結構ね給油回数とかも減って楽だし、ガソリン代も安くなるしというところで、燃費のいい車をねやっぱ乗りたいという方がハイブリッドモデル選ばれるということで、やはりトヨタの車は燃費がいいというのが理由の3つ目ですね。で4つ目の理由ですが、内装の素材自体はいいんですよ。ソフトパッドとかも普通に巻かれてるし、カチカチの素材ってそんなになくて、言うたらね内装は素材自体はめっちゃいいんですよ。見栄えがねあまりよろしくないというところで、ステアリングがね乳首っぽいとかね散々言われてるし、なんかもうちょっとだから派手派手な内装ハリアーだったら用意してもいいのになって、なんかタンカラーの派手なやつとかで、そうなんかその辺のね内装がねやっぱちょっとチープに見えちゃうっていうのはちょっと残念なとこではありますけど、まあ、素材自体は本当ドアトリムとかも普通に良かったんで、理由の4つ目としてはやっぱり内装の素材自体はめちゃくちゃいいと、見栄えが悪いだけとさせてください。じゃあ理由5つ目ですが、アンビエントライトがあるということで、クラウンシリーズねアンビエントライトないんですよ。この辺のやっぱ光り物はあるに越したことない。だってイルミネーション行くでしょみんなっていうところで、やっぱアンビエントライトがあるかないかっていうのも結構でかいですよ。車選ぶときにはね。やっぱ輸入車とかは BMW とかメルセデスの車とかは結構光量とかもね、爆光の、ちょっともうラブホなんでねえかってぐらいのアンビエントライトが仕込まれてますけど、日本車はそういうところがね、弱いんですよね。他の海外の車と比べちゃうとね。そこが、弱いんですけど、一応アンビエントライトあると、まあ、もうちょっと光量あってもいいんですけどね、色がカスタムできるとかね、ぜひトヨタさん検討お願いしますというところで、アンビエントライトがあるのも結構重要なポイントとさせてください。じゃあ6つ目の理由ですが、
12.3 インチメーターの情報量は多いというところで、まあ言うたらね、レクサス NX とかね、未だに7インチの液晶メーターで、あれはなんでフル液晶メーターを採用しないんだい、どうしてなんだいっていうのは、僕も文句を言いたいとこなんですけど、まあ裏を返せば、このハリアのメーターは情報量が多いと。で、真ん中のね、あの地図が表示できないものの、ウィジェット機能はあるというところで、あのレクサスだとね、タッチトレーサーオペレーションのせいで、ウィジェットがまあ排除されちゃってると。いうのはね、なんでだよって思うんですけど、まあ、情報量に関しては本当 LM とかのフル液晶メーターよりは結構多く出せるというところで、理由の6つ目としては 12.3 インチのフル液晶メーターが採用されて情報量自体はいいし、なんならレクサスよりは情報量が多いものが採用されているというところで、言うたら NX 以上の装備としてもおすすめができるというところですかね。なんで NX はフル液晶メーターをかたくなに採用しないんだろう。じゃあ理由の7つ目いきましょう。 JBL のスピーカーがあるということで、上位グレード Z で標準装備の機能ですけど、これね、つかなかったんですよね、クラウンシリーズ。そう、これ結構痛くて、やっぱ実際の音質以上に JBL って書いてるだけでよく聞こえるとかっていうのはあるんで、なんでそれクラウンで採用しないんだろうっていうのは思ってるんですけど、逆にね、そこはライバルの車もついてると。で、ハリアもついてるということで、上位車種よりいいものがついてるってことですよね。なんで、てか国内のクラウンはないんですかね。それもし知ってる人いたら教えていただきたいんですけど、ハリアには JBL のスピーカーが選べると。で、A ピラーのとこにもね、JBL ってついてるんで、まあ、見栄えも悪くないですよね、うん、っていうところで、まあ、理由の7つ目としては、プレミアムオーディオ JBL が選べると。ライバルだとアウトバックでハーマンカードンが選べて、エクストレールアウトランダーがと、あと CX60 とハリアがボーズという形になります。じゃあ理由の8個目ですね。これは超高パノラマルーフっていうのが選べるということで、これ世界初のね、パノラマルーフで、要はボタン一つで、遮光することで、直射日光は来ないけど、開放感は得られるっていうようなやつですね。これもなぜかレクサスだからじゃなく、トヨタから入った装備なんですけど、トヨタ車っていうか世界初のね、装備がついてます。ということで、理由の8個目は超高パノラマルーフが選べると。まあ、このね、レアなね、ところとかを考えると、希少性としても高いですしね。まあ、売れるのも納得と。理由の9つ目ですが、ヘイトヨタをはじめとするコネクト機能が充実していると。まあ、例えばね、お金を払えばですけど、オペレーターサービスで、目的地をね、オペレーターに言って、設定してもらったりとか、あとさらに課金をすることで、オペレーターサービスプラスっていうのが選べて、それだと、駐車場とかね、ホテルとかを予約してくれるという、そういう T コネクトのね、機能が充実してるのは優秀ですよね、うん。日産とかも結構コネクト機能は充実してますけど、ホンダとかはオペレーターによって目的地がホニョホニョとかっていうのまではできないんで、この辺は、やっぱトヨタさすがだなと。まあ、元はといえばこれレクサス限定っちゃ限定だったのに、今でお金払えばオペレーターサービスまでもがトヨタ車でも使えちゃうっていうのは、レクサス、トヨタで差が縮まってるとこなんですけど、結構やっぱこの辺のコネクト機能に関してはやっぱ充実してるんだなというところで、理由の9つ目は、ヘイトヨタをはじめとする T コネクトの機能がめちゃくちゃ充実してると。エージェントが読み上げてくれるとかね。じゃあ理由の11個目ってなってくる、10個目ですね。10個目の理由としては、電動テレスコチルトが選べるというところで、まあ、ついてるか。ところで、これも高級車の象徴。ライバルだともう CX60 ぐらいにしかない。多分電動テレスコチルトがついてる車ではハリアーが最安なんでねえかってぐらい、上位グレードでね、比較すると。ですけど、そう。ステアリングがね、電動で動いてくれるやつで、エンジン切った時にパワーイージーアクセスでシート戻るじゃないですか。降りやすい位置に下がるじゃないですか。それがステアリングも一緒に動いて降りやすいような位置になってくれるっていう機能があるんで、まあ、この辺もね、やっぱ電動テレスコチルトはあった方がいいと思いますけどね。特に高級車ならね、うん、その辺はね、だからちょっとスバルさんとかはちょっとな、
ホンダとかスバルとかはちょっとなっていうところなのよね。日産もアリアにはね、電動テレスコチルトありますから、これ画像スカイラインのやつですけど、確かスカイラインもねありますからね。その辺がね、うん、やっぱし、まあ、特にトヨタは本当この辺は分かってらっしゃるなと。じゃあ理由11個目、これ最後ですが、シートベンチレーションがあると。これ何かっていうと、シートヒーターの逆ですよ。いや最近暑いですよね、もう本当。夏バテも夏バテでいいとこなんですけどめちゃくちゃ暑いんで、やっぱシートベンチレーションあった方がいいよねというところで、12個目の理由として、やっぱりシートベンチレーションがあると。ただし Z レザーパッケージ限定、むしろ Z レザーパッケージにしないとシートヒーターすらつかないというところで、まあそういうところがね、やっぱトヨタせこいなってちょっと思うところですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。